はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時を回りましたね。2月の2日ゾロ目でございますね。2月2日今日は水曜日ですね。銀行株なんかもほんまに、日経平均上がっておりまして466円高、ドル円が 114.71 とちょっとだけ円高ですか。はい、長期金利 1.79 ですね、アメリカ。原油は相変わらず 88.56。 まあね、冬、春になったらちょっとは下がるはずなんですけど、ちょっとウクライナ情勢でね、よう分かりませんね。ドルも頑張ってますよ。1202ですからね、下手したら1200割るかいなという勢いですね。頑張ってるやんという感じですね。はい、さて、本題いきましょうか。ヤフーニュースにこういうの出てまして、衆議院の決議、中国外務省極めて劣悪というタイトルでございます。これは昨日の1日のですね、20時10分配信、コメントが1603も出てる。昨日ね、僕のね、夕刊フジに連載したコラムがですね、ヤフーニュースに出てましたけどね、昨日の夜の時点で130いくつコメントが全然ちゃうやんほんまに。コメント読みませんよ、私。もう最近何のコメントも読まなくなりましたね。めんどくさいから。このニュースは日テレ、ニュース24ですか?から来ても、ちょっと読みましょうか。中国の人権状況に懸念を示す決議が1日の衆議院本会議で採択されたことに対し、中国外務省が中国の内政に乱暴に干渉し、極めて劣悪だ、などと強く反発しました。決議では中国を念頭に国際社会から新疆ウイグル自治区などでの人権状況への懸念が示されていると指摘した上で、国際社会が納得するような形で説明責任を果たすよう強く求めるとしています。これに対し中国外務省は1日報道官名のコメントを発表し、日本の決議は中国の内政に乱暴に干渉している。その性質は極めて劣悪だなどと強く反発しました。また日本自身が人権問題において、悪行が多く悪行多いんですから、言うて 何してんの最近日本は。他国の人権状況に口出しする資格は全くないと批判した上で、中国外務省の責任者は日本側に厳正に抗議した、中国はさらなる措置を取る権利を留保すると強調しています。いや、よかったやん、ちゃんと反応してくれて。この決議僕読んでませんけど、中国というワードはないんでしょ。ないけども、なんで新疆ウイグル自治区って書いたら、そんな中国以外にないことはないんですけど、なんでわざわざ中国というワード外すのって話です。情けない。で、人権侵害に対して人権状況ということはそういうことでしょ。なんでそうなったかというと、公明党らしいんですよね。公明党ってパンダハガーパーティーですからね、もう中国の言いなり、何でもかんでも言いなりの政党でしょ。あんな日本の政党ちゃうで、ほんまに。それやったら、ほんまに、もうしょうもない。まあ、それでね、中国というワードがこう、そがれてですね、でから人権侵害が人権状況になって、ふーんっていう感じですけど、まあそれで一応ですね、丸呑みして、で国会に提出して、昨日衆議院ですか、今日参議院ですか、そうしたら、ですね、今日参議院で決議されたら、またあれですね、前回1でしょ、これ確か。アメリカの上下両院決議も確か全会一致でしたね。めったにないんですけどね、全会一致っていうのはね、こういうこと以外に。でもフランスもこの前決議出しましたね。日本もようやっと出して、でもちゃんと相手にしてもらえてよかったよ、ほんまに。それどこの話とかって届けられたらですね、全然、なんかそんなんあんのとかって言われたら、それが一番最悪の反応だったんですけども、最近の中国素直ですからね、きちんとね、痛いところは痛いねんそれって言ってくれるから、ありがたい話じゃないですか。だってギャンギャン言ってくれたということはね、痛いと思ってるということなんですね。だから一応目的は達したんちゃうんかなという気はしますね。
で、これででもですね、中国も、まあ、これ、あれ、無視されるのが一番、なんていうか、あかんことですけど、無視せずにですね、真正面から非難してくれたわけですから、痛いというふうに正式にこう、ね、表明したと一緒で、これでまた林芳正とかですね、公明党とかですね、パンダ派が連中に対してネジ巻きに来るわけですよね。何考えてんのお前ら、分かってるやろな、とか言って。で尖閣諸島にも船が増えるんちゃいますかね。いや、ぜひ、高市早苗さんとかがね、こう推進してたんですけど、もっと早くやるべきでしたけどね。まあでも北京五輪のちょい前っていうタイミングもですね、中国にとっては痛いのかもしれませんね。一応こう日本で、まあ共産議員ですか、決議したっていうなると、世界中にこうニュースが配信されるはずですからね。そういう中国の人権というニュースが一つ増えたということにおいて、まあ少しは意味があったんかいなという気がいたしますね。で、やっぱりここで際立ったのが公明党という、こう、政党がですね、もう中国共産党日本支部みたいなですね、役割を果たしているということがですね、国民にあまねく知れ渡ったというところにも意味があってですね、あの政党というものはですね、いかにこうどう言いましょうかね、こう政治をする政党のように私はとても見えないんですね。公明党という存在意義は何よりまず創価学会を守るというところがそう第一義なわけですね。昔は池田大作を守るというところが半ば目的化していたんですけども、最近人前に出られない、ね、非常にオカルトですよね。あの方もどういう状態にあるのかということがですね、全くわからないわけでして、もしかしたらですね、もうお亡くなりになっているのかもわからないと。お亡くなりになっているんであればですね、後継者は誰なんかというのをかなり軽量級ですからね、池田大作さん。もう10年ぐらいは人前に出てらっしゃらないんではないですかね。で、池田大作さんが亡くなっていればですね、かなりこう学会っていうのは組織のタガが緩むというふうに言われています。だからそこはオカルト状況ですね。もし亡くなっているのであればですね、きちんとあの日本人だと思いますんで、あの方は住民登録なさってると思いますんで、きちんとそういう処理をね、されているはずなんですけど、そこもようわからんオカルト状況。そんなオカルトの政党が中国共産党の日本支部としてですね、こういう国会決議を出そうとするとですね、いやあれこれあれこれと邪魔をしているということをですね、日本国民はもっとですね知るべきですね。だから今回それがこう際立ったというところにもまあまあ意味があったんちゃうんかなという気がします。で、まあ何よりもきちんと反応していただいた中国のね報道官に、いやそれは痛いねんって、痛いことすんのちゃうでほんまにお前らって言っていただいてるわけだってですね、まあこれも一つ意味あるんではないかなと思いますね。はい、ということでですね、これね、一番心配したのはさっきも言った通りスルーされると。うん、そんなん知らんで、どこの国の話とかで言われるのが一番きついか、日本にとっては痛かったんですけども、まあまあ良かったやんと。何よりも良かったと思いますね。ただ、これをしたことによってですね、中国は反省して、ほんとちょっとウイグルにちょっと、なんとかしなあかんなと思うなんてことは1ミリもありません。全くありません。ただちょっとどこかで日本にですね嫌がらせをしなあかんなというふうに考えてるはずですから、どこでするんでしょうね。韓国にはねいろんな嫌がらせをしてるんですよ。サードというのをですね配置して2016年でしたかね、韓国ゲームを締め出して韓流タレントを締め出してロッテ百貨店を追い出してっていう、もう超意地悪のいっぱいで意地悪を仕掛けたんですけど、日本にはね、何をするんでしょうね。ちょっと、今アメリカには何もしないんです。なぜかというとアメリカ強いから。カナダはね、あれファーウェイの CFO を捕まえたらですね、カナダ人2人を拘束しましたね。まあ、ああいうことをする国ですからね、今回もなんかしていただくとですね、あ、やっぱりこれは聞いてんやって、さらに確認できるということですね。なんかしてくるって、しよるんでしょうけどね、ちょっと2、3日。まあ、するんならあいつらすぐしますからね。まあ、尖閣に船が増えるぐらいでしょうかね。それか、まあ、飛行機飛ばすとかね。まあ、そういうことをするのかもわかりません。ちょっとこれはしばらく様子を見るということですね。でも、まずは良かったやんと。
ちゃんと聞いてるんやということがよう分かったということでございまして、今私全部読んでしまいましたけどもですね、確認されたいという方は行ってみてください。ヤフーニュースでございまして、ただ日テレニュース24っていうのが出てますから、ここのオリジナルサイトもあるんでしょうね、でも一応ヤフーニュースのサイトを貼っておきます。衆議院の決議、中国外務省極めて劣悪ということは、極めて俺らは痛かったということでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。